理算数理工学の5回目の授業を始めていきます。今回から理算代数の話を始めていきます。今日のメインテーマは時間と時間群になります。で、今日の目標、まず言います。時間群というものがあるんですけども、それに関する基礎的な用語が使えるようになるということが一つです。で、まあ、用語については今後説明していきます。で、もう一つは時間群を用いて図形の対称性を記述できるようになるということです。で、今日の、まず、身につけてほしい一つのこととしては、この群を使って対称性を記述するということです。で、群っていうのは、まあ、対称性を記述する道具なんですけども、まあ、皆さんが今後、この対称性というものを何か考えていくときには、この群というものが、役に立つということになるはずですので、ぜひそういう視点を身につけていってください。はい。で、これ、第0回の講義、ガイダンスのときに、まあ、こういう問題扱いますよっていう、言ったものですね。正八面体の頂点を2色で塗り分ける方法は何通りあるでしょうと。ただし、回転によって一致するものは同じであるとみなすというふうに言っています。だから、ここではその、回転という対称性、回転による対称性、回転対称性というのを考えているということですね。で、まあ、ここではこれ10通りだったんですけども、まあ、これなんでこういうふうに10通りなのか、あるいはこのような問題、同じような問題をどのようにこう考えていくのかということを、まあ、この2、3代数のところでは扱うということになります。はい。ではですね、まずこの時間の話からしていきたいと思います。で、いろんな部分はですね、離散数学という授業があったんですけども、まあ、その内容の復習になったりもします。はい。で、まずこう時間とは何でしょうと。この話で考える集合はだいたい有限集合になります。まあ、無限集合に対してもいろんな、この時間とかですね、時間群の概念考えたりすることもあるんですけども、まあ、この講義では有限集合を主に扱うということになります。で、この X 上の時間といったら何かというと、これは X から X の全単車のことです。まあ、全単車ですね。全単車が、の、まあ、別名が時間であると。X から X への、同じ集合から同じ集合への全単車ですね。これは時間です。で、まあ、これイメージ図ですね。まあ、これ A と B って書いてありますけども、これ A と B は両方とも同じ集合だってことですね。A と B は両方とも今、こう1、2、3という同じ集合になっていると。だから、この A と B のことを今、これ X と呼びましょうというふうに思っているということです。はい。で、まあ、これ、全単車だってことですね。全単車。まあ、全単車のことを、別の言い方で、1対1対応というふうに言うこともありますけども、まあ、ここでは全単車っていう言葉を使っていきます。はい。ですね。で、まあ、気分としては、この左側ですね。これ C 期と言っていましたけども。このまあ写像っていうのはこの C 期の方から必ずちょうど一つだけ矢印が出ているというのがまずこう写像の定義だったんですけども、全単車って言ってないかっていうと、まずこれ全単車っていうのは全車でありかつ単車であると。いうことでした。で、全車ってのは何かっていうと、この B の方ですね。これは周域というふうに言いましたけども、周域。こっちの方を見たときに、どの要素にも矢印が入ってきてる。だから、この、どの要、えっと、各要素に入ってきてる矢印の数が、1以上であるっていうのが、この全車であることの、まあ、定義ですね。あ、定義からまあ導かれる性質です。で、単車は何だったかというと、この周域の各要素を見たときに、そこに入ってきている矢印の数が1以下であるというのがこの単車であることの、まあ、性質ですね。だから、この全車かつ単車っていうのは、この周域を見たときに、どの要素にもちょうど一つだけ矢印が入ってきているということになります。はい。それが全単車だったということですね。で、まあ、ちゃんと定義しようとすると、まあ、こんな感じですと。まあ、先ほど言った通り、全車であり単車であることなんだけども、じゃあ、全車と単車なんだとかというと、もう一度ちょっと復習すると、こんな感じだったと。全車であるっていうのは、B の方ですね。B の方に、その B の任意の要素、スモール b に対して、ある A、その左側ですね。左側の方のある要素、A、スモール a が存在して、B が FA になることですね。だからこういうふうにする、矢印で入ってこない、来るものがないような要素は、前者においては許されないということになるということですね。はい。で、まあ、単車はこんな感じだったと。これ何かというと、A、A プライムっていう、この A の方、ラージ A の方から2つ取ってきたら、行き先が同じだったら、それらは等しくなくてはならないという、まあこういうことですね。はい。これは単車でした。まあちょっとまあこの定義今後、まあ使っていかないかもしれないので、まあここは復習だというふうな気持ちでいてください。はい。
で、今後よく使っているのはこれですね。写像の合成です。二つ F と G っていう写像があったときに、まず F はこの A から B への写像、G は B から C への写像だと。ます。で、この時に G-F っていう、その A から C への写像を新しく作るっていう、ことができます。これ写像の合成というんですけど、何かというと、この G-F っていうのは一つの写像なんですが、それがその X によってどこに写るかというと、まず X を F で写したものを考えて、それを G で写すということを、二つ続けて行うということによって、この G-F っていう写像を考えるということになります。まあ、これも復習ですね。で、図で表すとこんな感じです。あ、図じゃなかったですね。まず、まあ、図の方がいいかな。図で表すとこんな感じです。例えば、この F という写像がこんな形で与えられていると。で、G という写像がこんな感じで与えられると。で、そうすると、この G-F というのは何かというと、これ A から C への写像で、例えば、A における1の要素はどこに移るかというと、一旦 F で移してから C で移す。だから1は9に移ると。こんな形になるわけですね。いいですかね。という形でこの合成っていうのは定義されると。で、合成の時に注意しなくちゃいけないのは、今これはその、まあ、左から順にこう F、G って書いてあるんですけども、ここで書いてこの G まで F っていうのは、この F の方が右に来るのが、注意ですね。だから先ほど、のページで書いてましたけども、この G まで F を X で移すっていう時には、まあ、この書かれてる順番に、先に、X を F で移してから G で移すと、こういう風になるわけですよね。だから、この G 丸 F で出てくる G と F の順番と、この今、文字で書いた時の G と F のこの順番が同じになっているというのが重要です。だけども、その X に施す操作としては先に F を施すというのが、約束ですので注意をしてください。はい。でですね。この写像の合成はいくつかいい性質があって、一つはですね、このような結合法則、あるいは結合律と読むことがあるかもしれませんけども、これを満たします。何かというと、まあ、三つ写像があってですね、A から B への写像 F と、B から C への写像 G と、C から D への写像 H があったときに、H〇G〇F っていうのを、先に G〇F をやるのか、先に H〇G をやるのかによって結果は変わらないということです。ですかね。これ、まあ、気分ですけどね。気分ですね。ということなので、この括弧のつける順番、この合成においてはですね、気にしないということになるので、それらはですね、この H〇G〇F というふうに書いてしまっても良いでしょうということになる。まあ、これはだから H〇G〇F っていうのは、まあ、写像の合成なんだけども、合成する順番が先に G〇F をやるのか、先に H〇G をやるのかによって変わらないということですね。だから、まあ、それは気にしなくていいでしょうと。これ例えば、皆さんが例えば1たす2たす3とこう書きますけども、まあ、これをですね、その1プラス2を先にやってから3を足すのか、先に2プラス3をしてから1を足すのかというふうにしても、変わらないってことと、まあ、同じだと思ってください。はい。同じ意味ですと。はい。で、これがまずその写像の合成の性質の一つ目ですね。重要な性質です。で、もう一つ。今ですね、F と G っていうのが前端者だったら、その合成した G〇F っていうのも前端者です。これはですね、まあ、この、これ、ま、例ですけども、今この F、G、これ前端者になるように作ってます。で、そうしたら、やっぱりこの A とから C への写像 G〇F も前端者になるということですね。はい。まあ、これも、証明しようと思えばちゃんと証明できるんですけども、まあ、これは離散数学でやってることだと思うので、ここでは、ま、復習として事実だけ述べるという形になります。はい。ということはですね、例えばですね、先ほどありましたけども、なんだっけ、X から X への置換。違いますね。X 上の置換ですね。用語が、混乱しましたので、今 F と G が、X 上の置換であるとしましょうね。で、X 上の置換っていうのは先ほど定義したんですけども、これは X から X への前端者です。この時には、この G〇F っていうのも X 上の置換になります。いいですか？なんでかっていうと、ここの性質がないですからですね。いいですかね。はい。ってことで、このような性質が得られます。で、特殊なですね、前端者がありまして、まあ、それ、名前があります。で、それは、ここで、高等写像って言ってるものです。それは何かというと、まあ、その A から A への写像、
に置いておいて、A の移る先が A であるような写像のことを高等写像と言います。で、まあ、高等写像のこと、この ID と書くこともありますけども、まあ、図で表すとこんな感じですね。自分自身に写っていくと。というのが高等写像です。で、今、まあ、ここは A なんですけども、まあ、先ほどのその置換の言い方をすると、これはまあ、その X から X の写像、A から A の写像というふうな形に今なっているわけです。だから、この F というのは、これは、まずですね、なんでかというと、高等写像っていうのは、ここに書いてあるように、まず、これは、全単写になっています。ですね。全単写です。で、全単写であって、なおかつ、この周期と周期同じですから、これは、まあ、置換であると。高等写像、これ置換であるというふうにこれ言えるわけですね。いいですか？だから、ま、これは、高等写像というのは、特殊な置換であると。まあ、置換の一例であるというふうに思ってください。でですね、この、高等写像を、使うとですね、この逆写像っていうのが定義できます。逆写像。何かというと、今ですね、F っていうのは A から B への写像だとします。写像だとします。ですね。で、この写像に対して F の逆写像というのは定義できます。定義します。どう定義するかっていうと、これは別の写像です。G です。で、これは B から A への写像ですね。で、言うと何かというと、この G〇F が A 上の高等写像であり、F〇G が B 上の高等写像であるっていうような性質を満たす G のことです。で、今ですね、で、まずこれは定義です。で、この下はですね、まあ、例を考えていて、今 F として一つ、ここに書いてあるような写像を考えます。1は3に移って、2は1に移って、3は2に移ると。で、ここにも同じものを書いています。で、今ですね、じゃこの F というものに逆写像があるかどうかというと、これ考えたいわけですね。そうすると何かっていうと、この G、この B から A への写像 G で、これを満たすものを作りたいですね。だから今、このそういうような G があるかってことを考えます。で、この G は同じものじゃないといけません。同じものじゃないといけません。で、何を満たしてないといけないかっていうと、G〇F は、高等写像。F〇G は高等写像でないといけないと。こういうことですね。じゃあ、この今、このこっち側の方で、この部分の矢印を埋めて、どういうふうにしたいかっていうと、ここを埋めて、G〇F が、IDA になるようにしたい。ですね。で、右の方はここを埋めて、F〇G が、IDB、つまり高等写像になるようにしたいと。ことですね。で、できますかってことを聞かれてるわけです。で、ちょっとやってみますよね。そうすると、IDA ってことは、つまり、この1が写ったときは最終的に1になる必要があるわけですね。だけども、F によって初めに1は3に写ってますから、それは最終的に1に行くためには、3から1に、G においては写るようにしなくちゃいけないと。こうなりますね。ですかね。で、これは、他のところを見ると、2は今、ですね、2は1に行ってまして、最終的にこの2に行く必要がありますから、1から2に矢印を入れていかないと。こんな感じですね。で、こういうふうに決まると。こういうふうになります。で、このように、赤、この G の部分を決めてあげれば、G〇F が IDA になるようにはできます。ですね。で、問題はですね、同じように矢印をつけることによって、こっち側も、この IDB になるかと。連帯 IDB になるかということを考える必要があるわけです。で、実際にそれができるのかってことを考えると、こうやってやってみると、これ今同じものを持ってきたわけですけども、ちょっとこれ大きさが合ってませんね。大きさ合ってないので、ちょっとやっぱり書き直しますね。大きさ合ってないので、1が2、2が3、3が1。こういう形になっていると。そうすると、確かに、1はこの合成によって1に移って、2は2に移って、3は3に移っているので、ここに書いたように、F〇G が IDB になることになりました。つまり、ここに赤に書いてある写像が F の逆写像ですということになるということですね。まあ、次のページに実際に絵図書書いてると。だから、まあ、ここに書かれている F については逆写像が存在します。で、F の逆写像が存在するときには、その、F の逆写像のことを、この F インバースと、F のインバース、The Inverse of F というふうに、呼びますし、書きますと。F のマイナス1乗のように書くということになります。で、場合によってはですね、この逆写像存在することがあります。存在、場合っていうのはその F によっては逆写像が存在しない場合があります。で、実はその逆写像が存在するための必要十分条件は F が全単写であることになります。でですね、この性質は非常に重要で、今後使ってきます。ですね。で、もう一個重要な性質があって、全単写
であるような F があったあるときには、この上の性質から逆写像存在するんですけども、その逆写像もまた全端写になります。ですかね。うん。ですかね。はい。ということになりまして、いいですかね。はい。ということになりまして、これが、逆写像の性質として、まあ、非常に重要なものになってきます。今後使っていきます。はい。でですね、写像の、合成の性質として、もう一つ重要なものがあって、これもまあ多分復習になると思うんですけども、今ですね、F と G は全端差であるとします。全端差であるとします。で、この時に G�F っていうのは先ほど言った通り、これ全端差になります。言いましたっけ？ちょっと、言ってない気がするな。ちょっと待ってね、言いましたよね。言いましたよ。ちょっとそれ、なんかちょっと。これですよね。これ言いましたね。G�F も全端差であるというふうに言ってます。だから G�F にも逆写像存在します。はい。で、その逆写像が実は F インバース丸 G インバースになるということですね。こういうふうになるので、そうですね。これは成り立つということになります。ですね。まあ、これは実際今いろんな例で言ってついて確かめてもらってもいいですし、離散数学ではこれ多分証明していると。思います。これ重要な性質です。で、なんかこの G と、この丸の中ですね、これ G と F があって、こう F と G とこういう感じになってるって、こういうふうにその順番が入れ替わるわけですね。入れ替わるわけですね。で、皆さんですね、こう、だから線形代数。で、例えば、正則な、例えば、N×N 行列。A, B に対して、そうすると、今これ、両方とも N 行列なので、A, B っていう行列が定義できるんですけども、で、この時ですね、A, B って行列も正則になって、逆行列を持つことになります。で、それがですね、実は、B インバース、A インバースというふうに、こういうふうに書けるってことは、この線形代数の方で、習っていると思いますけども、まあ、これとですね、非常になんか似てるっていうような気分をですね、持ってもらうといいかなと思います。まあ、実際これ、見た目が似てるだけじゃなくて、すごく関係があるんですが、まあ、それはここで置いときます。置いときまして、この AB がここで B と A、こう、順番が入れ替わるっていう形ですね。ここ、その GF が FG と順番入れ替わるっていうのが、まあ、同じように、成り立っているというのが、わかると思います。だから、まあ、そういう類推もですね、してもらうといいかなというふうに思います。はい。で、これもですね、今後使っていくかもしれません。はい。ではですね、ここまでのまとめですね。X という有限集合があったら、その上の高等写像 IX というのは X 上の値間ですというふうに言いました。で、π っていうのが X 上の値間だったら、つまり、X から X の全端差だったら、その逆写像というのは存在して、ここで言うとその π インバーですね。で、これも X から X の全端差なので、これは X 上の値間になります。で、π と ρ という x 上の値間、つまり x から x の全端差があったら、その時にはこの合成が定義できます。π 丸 ρ ですね。で、これも x 上の値間になります。ということになります。で、この3つの性質が今後重要な性質になってきます。で、今後ですね、まあ、だから全端差って言葉使わずに、まあ、全端差なんだけども、そこで今後出てくるのはその x から x の全端差っていうその周期と周期が同じような全端差しか現れません。つまり値間しか現れないので、まあ、だからその値間に対しては、この高等写像と言わずに、高等置換と言ったりします。で、高等置換のことを、まあ、今後この E で書くことがあります。で、置換に対して、この π インバースは逆置換と、π の逆置換というふうに言うことがあります。で、今後そういうふうに言ってきます。はい。で、置換の合成ですね。この π と π 丸 ρ のことを、これ置換の積ということがあります。π と ρ の積が π 丸 ρ であると。で、まあ、これ積なのでっていうふうに言っちゃうんだから、この π 丸 ρ のことを略してですね、こう π ρ と書いてしまうこともあります。ですかね。で、π 丸 π、二つの、同じ置換の合成のことを、まあ、この π ρ という書き方に習って、π 二乗と書くこともあると。そうすると同じようにですね、この π 三乗とか π 四乗っていうのも考えられると。つまり、例えば π 丸 π 丸 π は π 三乗と。こういうことですね。こういう感じだと思ってください。はい。で、じゃこれ、π インバースを2つかけたもの。このことをですね、この π のマイナス2乗と、こういうふうに書くこともあります。これはですね、だから、いいですかね。だから、この
もう、このマイナス1乗っていうふうに書いてあるのは、もともとこの逆斜像、逆置換を表す記号だったんだけども、あたかもですね、このマイナス1というのが、まあ、これが整数であって、ここにその積に関してですね、指数法則が成り立つかのようにこう書いてるということになるわけですね。いいですか？そうすると、先ほどですね、整数を使うと、これ言えますね。パイ丸マイ、パイのインバースは、パイインバース丸パイインバースなんですけども、ここに書いてある記号を使うと、これはですね、パイの2乗のインバースは、パイインバースの2乗と、こういうふうに書けるという感じになりますね。という感じで、ここに書いてあるですね、こういう記法を使うとですね、こういう書き方もできるようになりますし、いわゆるですね、指数法則が成り立つってこともわかります。どういうことかっていうと、例えばですね、π2 乗かける π マイナス3乗。こういうものがあるとします。そうするとですね、これはですね、バラバラにすると、これ π かける π かける π インバースかける π インバースかける π インバースってこういうふうになるわけですね。こういうふうになるわけです。で、そうするとですね、何がわかるかっていうと、この合成においては、カッコどのようにつけてもいいっていうふうに言っていたので、ここの部分ですね、こうカッコつけてみると、これ、π かける π インバースなので、これ、高等置換なわけです。これ、高等置換。で、高等置換っていうのは、何もその要素のを動かさないわけですから、これは、丸、π インバース、π インバースっていうふうな形で、この E の部分をまあ無視できるというか、まあ、なかったと思ってもよいということになります。で、そうするとですね、今、ここにまたこの π と π インバースの合成があって、ここがやっぱり高等置換になるわけです。で、そうするとこれは、π のインバースになるというふうに、こういうふうになりますね。いいですか？で、これはですね、この2とマイナス3だけを見て、2マイナス3、この書き方いかないかな。2プラスマイナス3がマイナス1である。という形で、このマイナス1を導いているのと、まあ、同じであるというふうにも見ることができるんですね。いいですか？で、これによって、このようなその指数法則が成り立つというふうに、まあ、思ってもらってもいいということになります。ですかね。だから、この置換においては、この、なんですかね、こう指数の部分を見て、こういうふうなその指数法則を使って計算することもできるということになります。で、同じような指数法則もう一個あって、これ、次のページあるかな？ないですね。あって、例えばですね、ちょっと弁書書きますけども、これ、π2 乗の3乗っていうものがあるとすると、これは、π 丸 π の3乗ということになるわけですね。ですね。で、3乗は何だったかっていうと、π 丸 π が、3つ連なっていると、こういうふうになるわけです。こうですね。で、これは、カッコ無視してよかったわけだから、これは π の6乗になると。本当ですね。だから、この2と3、こういうふうに出てきているときには、この、2×3 が6であるということで、この6が最初に出てくるというふうに思ってもらっても良いということになります。という形で、こちらのその指数法則も成り立つということになっていて、全般的にですね、その置換に対して、この型の部分の数値は指数法則を考えて、処理しても良いということになりますので、今後そういうふうな形で考えていってください。はい。で、ちょっと一個重要なことを言い忘れていたんですけども、今ですね、この、π とローが x 乗の置換になるときに、この π 丸ローも x 乗の置換だって言ったんですけども、一般的にですね、π 丸ローとロー丸 π っていうのは等しくはありません。等しいとは限らないと言った方がいいかな。イコールとは限らないと言った方がいいですね。つまり、交換法則は成り立たないということになります。結合法則が成り立つ。この括弧の順番は入れ替えてもいいんだけども、この演算の順番は入れ替えてはいけません。演算の順番っていうか、ひっくり返してはいけない。ということになりますので、これは注意をしてください。いいですかね。はい。ということで、よろしいですか。はい。で、まあ、こういう形の置換のを今後扱っているということになります。で、まあ、置換を見て何を思うのか。今、二つの見方があるので、ちょっとこれをですね、ご紹介します。で、一つはですね、静的な見方です。だからこれ順列だと思う。だから今、この1、2、3、4、5、6をこの矢印によって移すと、1、2、3、4、5、6という並び方が、1、4、2、5、6、3っていうふうに並ぶというふうに思ってもらう。そう、だからこの1、4、2、5、6、3っていうふうにこう思うのが、こう、置換としての見方と思うとですね。あ、順列としての見方と。で、一方で、これを移してるんだと。この移す、この操作として見るんだと。しかもですね、っていう見方もあるので、
これは今までの見方ですよね。で、まあ、このどちらだと思って、その痴漢を考えるのかってことを、まあ、柔軟に使い分けることができるといいんですけども、まあ、それは今後、まあ、使い分けていくということになると思います。はい。でですね、痴漢はですね、今までこうなんか矢印とかを使ってこう書いてたんだけども、普通の数学ではですね、この図とかはあんまり使わないので、ここに書いてあるような、まあ、二行記号と呼ばれるような、記号を使って書くことが多いです。で、何かというと、例えば今この有限集合 X というのが1、2、点点点 N であるとすると、この二行記号においては、この π という、痴漢はですね、1から N という、要素をこの下の行のですね、π1 から πn に移すんだという形で、並べて書くということになると。こういうのをですね、この痴漢の二行記号というふうに言います。例えばですね、この今左にあるような π という痴漢。これは1を3に移して2を1に移すと、こういう形になっているので、1を3に移す、2を1に移すと、こんな形で書いているというふうに思ってください。ですかね。で、3を2に移して4を4に移す、3を2に移して4を4に移す。こんな形になっていると。で、こんな形で、その π という痴漢を表すということがあります。で、この場合はですね、今、1、2、点点点 n というものを使って書いてましたけど、別に、まあ、そういう x じゃなくても同じ記号を用いることができるということになります。はい。で、まあ、こういう記法を使うことはよくありますし、今後も使っていきます。で、ちょっとじゃあ、この記法になれるために、まあ、こういうのやってみましょうと。今ですね、この π と ρ っていう、2つ、この2行記法で書かれた痴漢があるとします。ですかね。そう、じゃあ、この時に、じゃこの π 丸 ρ っていうのを考えましょうということになります。あ、これ π、ρ ですね。で、丸と。じゃあ、これは何になるかと考えるんですけども、まず、その π 丸 ρ っていうのは先に ρ を施してから π を施すということでしたね。じゃあ、この π 丸 ρ において1は何に移るでしょうということを考えたら、まず初めに ρ を考えると。で、ρ において1は4に移ります。ですかね。で、じゃあ次、じゃあ4は π において何に移るかっていうと、4は4に移ります。ですね。だから、1は4に移って、4は4に移るので、π 丸 ρ において1は4に移ると。ですかね。だから、今、この、まあ、図を、頭の中でイメージしてもらうと、1は4に移って、4が4に移ると。こんな感じですね。ローで π。なので、π 丸ローでは1が4に移るということになると。こういうふうになります。いいですか？じゃあ同じようにですね。じゃあこの、2がなんで2に移るかって考えてみると、まずローにおいて2は3に移ると。2は3に移ると。で、π において3は2に移ると。2に移ると。だから、π 丸ローでは、2は2に移るという感じになります。いいですか？で、まあ、こんな形で、一個一個、π 丸ローの要素が、要素というか、その移り先が決まっていくということになります。いいでしょうか？ではですね、じゃあ、π インバースの方を考えましょう。今、ここにはこう π が書いてあります。π インバース書いてあります。π が書いてあります。で、それとそのインバース考えるんですけども、ですね、この時にはですね、割とそのすんなりとできて、何かというと、インバース考える時には、この、2つの行をですね、入れ替えます。ですか？上の行を下に持っていって、下の行を上に持っていると。こういうふうにします。で、こうすると、これ3が1に移って、1が2に移るって、こういうような、痴漢が作れます。で、まあ、この右に書いてあるのは、この上の行を、今これ3、1、2、4、6、5っていう順番に並んでいるので、1、2、3、4、6、5の順番に並び替えています。つまり、もともと1、2っていうところが先頭に来るように、2、3が次に来るようにっていうふうにこう並び替えているということになります。で、これによって、π のインバース、π の逆痴漢が得られると。いうことになります。よろしいでしょうか。はい。ではですね、これで、まあ、痴漢の説明おしまいになります。ではですね、痴漢群の話、次にやっていきます。痴漢群とは何かというと、実はこれはですね、痴漢の集合です。じゃまず、X 有限集合としますけども、この X 上の痴漢群というのは、X 上の痴漢の集合 G で、以下の3つを満たすものになります。で、これを言ってきます。まず、この E は必ず G の要素になっちゃいけません。E というのは高等痴漢でした。高等痴漢必ず持っていると。で、π と ρ が G の要素だったら、この πρ という、この積ですね。これも、G の要素じゃないといけないと。だから、これ積で閉じている。閉じている。その積を、積という操作を行っても、この G の中に留まっているという、そういう意味です。で、3つ目。π が G の要素だったら、π のインバース、逆痴漢も G の要素である。が、その逆痴漢という操作でも閉じているということですね。で、これが痴漢群の定義です。定義です。
ですかね。で、これが今後重要な役割を果たすということになります。ですね。で、まあ、注意がありますけども、この軍という、漢字ですね。この右側、これ羊ですから、こちらの軍ではないので、これ注意してください。はい。で、今後ですね、為数という言葉も使うことがあります。士官軍の為数とは、その要素数のことです。はい。いいでしょうか。で、これがもう定義です。で、これを、まあ、扱っていくということになります。で、ですね、なんでこのものを考えるのかということになりますけども、まあ、次に順番に、例を見ていきます。で、まずですね、X 乗置換をすべて集めた集合。これは、置換群になります。で、そういうものをですね、この X 乗の対象群というふうに言います。で、今ですね、で、ここには、X が1、2、3の時のその対象群の要素を全部書いてます。ですかね。で、そうすると、これも置換全部集めてますから、先ほど言った通り、高等置換は含んでますし、2つの置換の積を取っても、この中に含まれてます。なんでかっていうと、この中には全ての置換が含まれてるからですね。で、置換の積は置換だからです。ですね。で、逆置換も必ず含まれてる。なんでかっていうと、こう全ての置換を集めてるからですね。かね。で、まあ、これをこの、対象群と呼ぶんですけども、対象群をですね、この SX っていうふうにこう書くことが多いです。で、S という文字に対して、ここに書いてあるような、そのカリグラフィーの、S で書いたり、フラクトゥール、フラクトゥールって言いますけど。フラクトゥール体の S で書いたりすることもあります。まあ、割と数学ではフラクトゥール使うことがあるかもしれませんけども、ちょっとこれ手書きで書けないんで、まあ普通の S 書いてもらってもいいかなと思います。これカリグラフィーですね。カリグラフィーの S。やったりします。で、まあ特にこの X の素数が N の時には、この下付き、添え字で SN と書くことも多いということになります。で、そういうものをこの N 字の対象群とか N 字対象群と言ったりします。いいですかね。で、まあ、こう書いた通り、これは3次の対象群 S3 になります。で、これはですね、すべての置換を集めてきてますから、この要素数は N の階乗になります。ですね。だから、先ほどの用語を使うと、N 次対象群の位数は N の階乗と。N 次対象群の位数は N の階乗ということになります。はい。まあ一応 N はですね、まあ1以上だと思ってください。はい。有限集合と言ってるので、なんか空集合も含まれてしまいますけども、まあ一応要素数は1以上だと思ってください。有限集合と今後言ったときには。はい。で、これは、まあ、まあ典型的というか、まあよく出てくる置換群でありますし、まあある意味でそんなに、複雑ではないというか、パッと思いつく、置換群です。でもまあこれ以外にも置換群があることが重要です。で、二つ目の例、これ、巡回群と言われているものです。あ、ここではちゃんと自然数、N は1乗で言ってますね。で、まあ、X を1から N という、まあ、自然数だとします。で、位数 N の巡回群といったら、ここに書いてあるような置換群です。で、これはですね、で、これ、こう CN と呼びます。書きます。CN。英語ではシクリックグループ。言ったりするので、この頭文字の C を持ってきているということになります。で、これはですね、どういうものかっていうと、まずこの π という、その置換を、集めます。まあ、これ SN の要素でさっき言ってましたけど、これも、だから、これただ単に N 要素の置換であるということを言ってるだけですね、π がね。で、この後ろの、性質を満たす必要があります。何かというと、ある i が存在して、相手はこれ1から N までの性質ですね。それがある1個、あるものが存在して、人間の J に対して πJ をこのように定義します。何かっていうと、i プラス J マイナス1モンド N として、こう πJ を定義すると。で、このようにしてできるのが、この、巡回群です。で、ここ下にこれ例がありまして、これは、C4 の例です。これ N が4の時の例です。ですね。で、これは、これ4つ、この、置換を離れることになります。ただ、この i の選択によってですね、1か2か3か4かによって別々の置換が得られることになります。で、その置換をですね、ここでは、図で書いてます。で、どういうことかっていうと、例えばですね、i が1の場合、この式書いてみると、i が1の式書いてみると、πj は、1プラス j マイナス1モッド n になります。だからこれ1これ消えまして、j モッド n になります。ですかね。で、まあ、1、
まあ、これも、モッド N って言って、まあ、そうですね、モッド N になります。はい。で、まあ、だから、モッド N を取ってるんで、ちょっとここに N が含まれてるのは、いいかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、N モッド N は、N モッド N は N であるというふうに、ちょっと、見出します。で、そうすると、これは J を入れたら J をそのものも返すものなので、これは、これはここに書いてあるような、これ、口頭置換になります。これ、口頭置換です。ですね。だからその i が1の時には、その得られるこの π っていうのは口頭置換になるということになります。で、そうじゃない場合、やりますね。じゃあ、そうじゃない場合、やると、じゃあこの i が2の場合、やるとこれどういうことになるかっていうと、ここが2になります。2プラス j マイナス1。そうするとこれは、j プラス1ですね。モッド m。形になるので何かっていうと、元々の j に対して、j プラス1っていう1つ足したものを返しますよと。ただしモッド n と。だから、まあ、1は2に移る。2は3に移る。3は4に移るんだけど、4は戻っていって1に移ると。ここいうことですね。だからこれがそのなんか巡回っぽいですね。巡回っぽいですね。ですかね。という形で、この置換ができると。で、同じように考えると、i が3の時には2つずれると。ですね。i が4の時には3つずれると。こういうことになっているということですね。で、それによって、ここではその n が4の時には4つ、置換が生まれているということになります。で、一般には CL の一数というのは N になります。この i の選び方一つ一つに対して置換が決まるということになります。よろしいでしょうか。で、実際にですね、これが本当に置換群なのかってことはこれ確かめる必要があります。置換群であるためには口頭置換を含んでいて、積で閉じていて、逆置換を持っているっていうことを言わなくちゃいけないわけですね。例えばですね、今、この、3、っていう、この、あれ、3、i が3の時に対応する、この置換があるんですけども、じゃあ、これの逆置換は何でしょうと。逆置換は何でしょうと考えます。で、そうするとですね、これは、この場合何が逆置換になっているかというと、これはですね、自分自身が逆置換になっています。なんでかというと、1を3で移して、3を1に移すと、1が1に戻るわけですね。で、こんな感じで、2は4、4は、こんな感じになってると。図面になってないですね。なってないですけども、まあ、これの場合は、これ自身が逆置換になってると。こんな感じになります。で、こんな感じで、任意の置換に対して、その逆置換っていうのが、ここに含まれる必要もあったりします。ってことで、まあ、それをですね、ちゃんと確認しましょう。で、それは次のページになります。はい。じゃあ、これ、なんで、置換群なのかってことを今確認します。口頭置換を持つというのは、先ほど言った通り、i が1の場合を考えると、それが、口頭置換になっているということになるので、それでさ、よろしいということになります。おしまいです。じゃあ、積で閉じていることを考えるので、先ほどは、定義のところでは、π と ρ っていう二つ、持ってきたんですけども、ちょっとここでは、文字の関係で、π と π' っていう二つの置換を持ってきて、この積が実際に、この CN に含まれているということを言いましょう。そうするとですね、じゃあこの π と π' っていうのは、この CL の要素なので、このある i が存在してこうかけるということになるわけです。で、その i をですね、π に対しては i、π' に対しては i' というふうにしましょう。ね、そうします。そういうふうにその π と π' がかけるわけですね。で、この時に、じゃあ π 丸 π' を j で移すとどうなるかと考えます。そうするとですね、まず、π' で移すわけですね。π' で j を移すと、この上の定義から、この定義からこれが出てきますね。で、それに対して π を適用するというのがまずわかります。ですか？で、じゃあ次に、じゃあ、じゃあこの青い部分に対してこの π を適用すると、青い部分って今この π の定義において、この j のここですね。ここに、この青い部分入れます。ですか？これ青い部分です。で、本来は、で、それで、i マイナス1がついてくると。でも、こういう二つになります。で、本来は、ここにですね、モッド n、つける必要があります。つける必要ありますが、ここに出てきているのは足し算と引き算だけなので、まあ、最後にモッド n をつければ全体でモッド n しているので、途中にモッド n つける必要はないということになって、まあ、そういう意味でここでは省略しているというふうに思ってください。だから本来はまあ書く必要があるかもしれない。でも、まあ書かなくても、このイコールは正しいです。よろしいでしょうか。で、そうすると、ここの部分をじっと眺めて書き換えたのが下の部分です。で、それ何かというと、これは、i プラス i プライムマイナス1プラス j マイナス1。ここ書いたと。いうことになります。いいでしょうか。で、まあ、
で、そうするとですね、何が言えるかっていうと、今ですね、この形っていうのは、ここのその定義の形とそっくりなわけです。この i が i プラス i プライムマイナス1になっているという形ですね。なので、この、あと、ある i を使って、こうかけるという形になっているので、よろしいと。よろしいというのは、この、パイプライムっていうのも、CL の要素ですということになると。まあ、実際、この i プラス i プライムマイナス1、これはちょっと誤植で、これ、モッド n をここに言いますね。モッド n が x の要素なので、パイプライムっていう、この積も CL の要素になるということになります。よろしいでしょうか。はい。ということで、だから、ちゃんと言いますね。いります。これいります。i プラス i マイナス1っていうのは、これは、n よりも大きくなる可能性があるので、ちゃんとこれ、モッド n を取ってあげる必要があります。すいません。だからこれも、ここにそのモッド n っていうのが、をつけても、まあ、変わんないということを、まあ、考えてあげれば、正しいということがわかります。はい、すいません。ちょっとここはすいませんでした。はい。で、ですね。で、これで、さっき、ことが分かりました。設計としていることが分かりました。じゃあ、あとですね、逆置換を持つということを言いますね。はい。逆置換について。じゃあ、これ、π っていうのを取ってきて、その逆置換を作りましょうということをやります。ですね。で、じゃあ、先ほどと同じように、π に対して、この i っていうのが i で定まると。πj が i プラス j マイナス1も n というふうになるか、かけるとか仮定しましょうと。で、この時に、ローとして、n マイナス i プラス2プラス j マイナス1も n。となるものを作りましょうと。で、こういうふうにして作った、この、ローっていうのは CL の要素です。まず。なんでかっていうと、n-i プラス2っていうのが、これは x に含まれてるからです。ね。正しいかな。i が1だったら、i が1だったら含まれてないんですけども、だから、これは、だから、これは含まれてないんだけども、だから、これは、だから、もう、さっきと同じように、ここにモッド n つけましょうね。モッド n つけると、これは x に含まれてます。ので、この上の、この i として、この n-i プラス2モッド n っていうのを取ってくると、ちゃんとこの CN の要素として、ローというのが選べるんだってことがわかるということになります。だから、これ、このローは CN の要素です。いいですね。で、何が言いたいかっていうと、実は、このローというのが、π の逆置換になります。なぜかというと、実際に、この、π ローっていうのと、ロー π っていうのを作ってあげて、これが、高等置換になるんだってことを言ってあげればいいということになります。で、そのためには、まずじゃあ、その π ローの方をやりますけども、π ロー j をやると、まず、先にローを適用しますから、ローこれですね。こうなりますね。こうなります。で、前に π がついていると。こういう形になります。で、その後で、この π を適用すると、この j の部分が今言ったものになって、i-1 が i-1 と、こうつくということになります。で、そうですね、ここの部分ですね。今こう、モッド n の前にこうたくさんあるんですけども、ちょっとここの部分を整理すると、i と -i 消えますね。で、2とマイナス1マイナス1が消えるんで、この部分は n マイナス、あ、n プラス j になります。ですね。で、n プラス j モッド n なので、これは j になると。なりますね。いいですね。だから、この π マルローっていうのは高等置換であるということが分かったということですね。で、同じように、このローマル π の方も実際にこう計算してあげると、j になるということが分かって、つまり、ローマル π も、高等置換であるということが分かります。ちょっとこれはですね、ちゃんとこの式を追ってあげればいいので、これじーっと見てください。ここもさっきと同じように n プラス j になりますね。n プラス j になりますので、同じ、論法で j になるということは言えますと。ということで、ローは π の逆置換なので、確かで、ローは cn の要素なので、確かにこの cn というのは逆置換を取るという操作で閉じているということが分かりました。だから、この cn は x 乗の置換群ですということになります。いいでしょうか。はい。で、これはですね、まあ、代表的な置換群でよく出てきます。で、もう一個ですね、代表的な置換群があって、それはですね、この二面体群といってものです。x 先ほどと同じように、置きましょうと。で、二面体群は、この x 乗の置換を集めてくるんですけども、2n が集めます。だから、まあ、位数が 2n になるんですが、どういうことかっていうと、これ先ほどのですね、準回群に似てるんですね。で、まず順番に言いますけども、二面体群のことは、位数 2n の二面体群、これ d2n と書き換えたりします。
まあ、D はこれなんでかっていうと、二面体群はですね、ダイヘドラルグループ。ダイヘドラルグループ。と、英語で言うので、この頭文字の D を取ってきているということになります。で、この 2N ってこの数字はですね、異数を表していると思ってください。で、本とかですね、論文によってはですね、この X の要素数である、この N を、数字にとってですね、DN と書くこともあったりします。ので、まあ、紛らわしいんですけども、この私の、授業では、この数字がついている場合には、これは異数を表すことにするということにします。はい。で、ちょっと、それは、いろんな本とかで、違いを確認してください。すいません。で、どういうものを集めるのかというと、この二面体群ですね。どういうものを集めるのかっていうと、上に書いてあるもの。これはですね、これ先ほどのですね、準体群と同じです。だから、ここの部分は、そのまま CN です。先ほどの、CN です。準体群です。で、下の部分が、違うという感じになります。で、どこがどう違っているかっていうと、巡回群のところではこれ J を足してたんだけども、この下の部分は、ここは N-J になっています。だから、なんだろうな。その各 i に対して、この i プラス j マイナス1を考えるか、i プラス n マイナス j マイナス1を考えるかっていう、その二通りの、置換を考えるということになります。で、それによって、これができるということになります。で、これ例ですね。今、この上の方、これは、先ほど言っていたこの巡回群。これが、出てきているというふうに思ってください。ですかね。で、巡回群の方は何をやっていたかというと、この行き先をですね、一個ずつこうずらす。ってことをやっているっていうふうに言いました。で、それがこの巡回群の方です。で、この下の方は何かっていうと、その、ずらし方が L-J になりますよと。いうふうに言ってます。で、これがややこしいですね。これがややこしいですね。で、例えば、今これは、この図では、これ N が4の場合ですけども、例えば、I が1の場合ですね。今、ここに I が1の場合書いてますけども、上がその巡回群の方で得られた上の方の置換なんですが、下の方はどうなるかっていうと、I が1の時には、この式ですね。この式どうなるかというと、πj は、i が1の1プラス4マイナス j マイナス1、モッド n。こうなるわけですね。モッド4です。こうなると。こんな感じになります。だから、まあ、これ、気分としてはこれはマイナス j になります。ですか。だから、まあ、マイナス j って何なんだって なっちゃうかもしれませんけども、マイナス j って書かない方がいいかな。まあ、気分はマイナス j なんですけども、マイナス j はちょっとわかりにくいかもしれないので、やっぱり4残したままで4マイナスって書きますね。4マイナス j になります。で、これで、得られるということになります。ただ、G が4の時にこれ0になっちゃうので、それはまた、モッド4で4だと思うということにしますね。だから、なんか反転してるようなイメージです。反転してるようなイメージ。1は4に行って、4は4、2は2、3は3ですね。これによって。3は1ですね。2行くと。こういう形になっていると。で、これはですね、だから、こういうふうになりますね。で、i が2の時には、この1が、1が2になるので、これが 5-G になる。こんな感じですね。こんな感じになっていても、まあ、ずれていくんですけども、これちょっと慎重に書かないとわかんないと。5-G なんで、1は4に行って、2は3に行って、3は2に行って、4は1に行くという、こういう、なんか入れ替わってるような感じの、置換になると。で、まあ、これちょっと、これはまあこれ定義なので、ちょっとここはここのまま、進んでいくんですけども、これ後でですね、その図形の対象性をこれを使って、記述するっていう時にどういうイメージになるのかってことをまたご紹介します。はい。で、これはですね、確かに置換群になるってことは、先ほどのですね、巡回群の時のと同じような形で証明できます。で、証明できるんですけども、まあ、だから、証明の仕方をなぞってもらえばいいんですが、まあ、この異数がですね、大きいので、ちょっと、証明は複雑になるかもしれません。煩雑になるかもしれません。でもですね、まあ先ほどのその巡回群の時の証明の仕方をなぞってもらえば同じようにできると思うので、ぜひそれは演習問題としてやってみてください。今重要です。はい。ではですね、今置換群を定義しまして、重要な置換群として対象群っていうのと、巡回群っていうのと、二面体群っていうのを紹介しました。で、そういうものを使ってですね、この図形の対称性っていうのを、記述していくということをやろうと思います。で、これがですね、まあ今日、実際に皆さんにもできるようになってほしいことになります。で、まず巡回群なんですけども、巡回群というのはですね、
この正 N 角形の回転対称性を表している群としてよく出てきます。今、ここに書いてあるのは正四角形です。正四角形です。で、今、これ1、2、3、4というふうに順番に頂点にこの名前をつけています。ですね。で、回転対称性というのは何かっていうと、これは今この、これ平面の上にこの正四角形が置かれている、正方形置かれているというふうに思ってほしいんですけども、その中でこのぐるぐる回せると。ぐるぐる回せると。思ってください。で、回すとですね、この正方形自身が自分自身に移される場所っていうのがあります。だから、例えば、これ90度回すとこれになるとか、180度回すとこれとか、そんな感じですね。そんな感じです。で、それによって得られた、配置というのが、元々の配置以外に3つあるという、こういう形になっています。で、これはですね、この頂点だけを見ると、頂点の置換になってるわけです。何かというと、もともと1、2、3、4というふうに、配置されていたものが、ここでは4、1、2、3、こんな形で配置されていると。こういうふうに思うわけですね。いいですか？で、これは別の見方をすると何になるかっていうと、もともと1の、もともと2の場所にあったところに1が来てるっていうふうに思いましょうと。だからこれは1が2に移されていると。1が2の場所に来てますよと。1が2の場所に来てますよと。で、1、ここに来ましたというふうに思ってくださいということになります。で、そうすると、2はどこに来てるかっていうと、もともと3の場所に来てますから、2は3に移されているというふうに思ってくださいということになります。で、3は4の場所に来ていると。で、4は1の場所に来てますよという形で、この置換ですね。この置換がこの90度回転に対応していると。90度回転。いいですか？で、同じように、1を3、2を4、3を1、4を2に移しているという形で書かれたもの。これがその180度回転を表していると。で、1を4、2を1、3を2、4を3に移しているものが、これが270度回転に表していると。こんな形ですね。いいですかね。ということで、もともとのですね、これ、後頭置換。これは、まあ、写してないんだけども、なんかこれは、まあ、回転してない。あるいは、これ、0度回転を表しているというふうに、まあ、思ってもらうと。いうことになるわけです。で、こういう形で、この回転をした後の、この操作。で、その頂点の対応を見てあげることによって、この1、2、3、4という頂点がどこに移ってるのか。ってことを、この置換として書いてあげることができるわけです。で、その時に現れる置換っていうのが、ちょうど先ほどの、この巡回群。C4 に対応しているということになります。いいでしょうか。で、これはですね、まあ、四角形書いてますけども、同じように正五角形とか、正八角形とか、正十七角形とか、何に対しても同じことができます。ということになるわけですね。いいですか。で、こんな形で、まあ、この巡回群っていうのは、この正凸多角形の回転対称性を表すものだというふうに、まあ、思えるということになります。よろしいでしょうか。これ次、これ図があったかな。そうですね。で、まあ、逆の見方すると、この1、2、3、4っていう、この4、1、2、3っていうものを、逆にマイナス90度回転させてあげると元に戻るというふうに、まあ、思ってもらってもいいということになりますね。はい。まあ、ちょっとこういう、今後こういうふうに書き方します。元のものに対してどういうふうに回転させるとこうなるのかっていうふうに書きたかったんだけども、そうすると、ここの図がですね、煩雑になるので、逆に、まあ、戻してあげるとこれになりますよっていう書き方を今後していきます。はい。いいでしょうか。で、こんな形で、巡回群は、正 N 角形の回転対称性を表す置換群であるということになるわけです。ではですね、他に出てきていた、次は二面体群ですね。二面体群何かというと、これはですね、正 N 角形の回転と共栄に関する対称性を表しています。で、この場合は共栄も入ってきますということですね。まあ、だから、考えるのが増えていると。置換が増えているという形になりますね。で、ここでは先ほどの例にもありますけども、これ N が4の場合のことを書いていて、上の方はその回転だけでですね、先ほどのその巡回群のところを書いています。で、下の方は共栄を表していると。で、共栄って何なのかっていうと、ちょっと次のページの図を見ますと、こんな感じです。今ですね、一つの、まあ、この軸を取って、それに対する線対称のことです。だから共栄っていうのは平面においては線対称だと思ってください。それ書きましょうかね。平面においては線対称。を表していると。本当ですね。はい。
で、何かというと、例えばですね、今この配置っていうのは、こうなっていて、この2と4っていう、今この音をこの水平の直線があって、それに対する対称性を考えますと。選択肢を考えます。そうすると、この1と3の場所が入れ替わると。で、入れ替わったらこれができるわけです。いいですか？で、これは何を言ってるのかというと、時間で言うとこれですね。2と4は入れ替えずに1と3だけ入れ替えますと。で、これは先ほどの、その、二面体群を考えたときに初めに出てきていた、この車窓になっていると。地下になっているということになります。ですかね。じゃあですね、これですね、この地下は何かというと、1を4、4を1、2を3、3を2にしていっているというのは、これはですね、これですね。ここですね。この1と4を結ぶ辺と2と3を結ぶ辺に対して、線対称を考えると、1と4が入れ替わって、2と3が入れ替わると。ここですね。で、そうすると、これ元々の配置が得られると。いう形になるわけです。よろしいですか？だからこれはですね、この i が1、2、3、4と動くに対し、動くことによって、その線対称を取るためのこの線が回転していくと。こういうことをですね、表すというような形になっています。いいでしょうか？という形で、この8つの8個の配置が得られるということになります。で、もう一つ重要なことがあります。何かというと、今ですね、元々の1、2、3、4って配置があって、それに対して回転を行うとこの配置が得られる。で、共栄を行うとこの配置が得られるって言ってるんだけども、実はこの回転と共栄を組み合わせること、合成することによっても、ここに書かれている配置以外のものは得られません。ですが、ちょっとこれは重要なので書きますね。回転と共栄を組み合わせる。つまり、合成させる。ことによって、ここに書かれている配置以外のものは得られない。なぜかというと、この二面体群が置換群だからです。置換群になっていることは何だったかというと、合成に関して閉じているわけですね。積に関して閉じているわけです。だから、ここに書かれている操作を組み合わせても、ここに書かれている操作しか出てこないわけです。いいですか？ということなので、この回転と共用を組み合わせても、ここに書かれているものしか出てこないっていうのは、これ重要なことになります。いいでしょうか。だから、この対称性を表しているっていう言葉は、ちゃんと、定義していなかったんですけども、考えるのは、その回転とか共栄っていう一つの操作なんですけども、それらを組み合わせて、できる配置っていうのも、ここには本来書かれることになります。しかし、この場合は実際にその回転と共栄を一回だけ行うことによって、ここが全部、記述できるということになります。よろしいでしょうか。はい。でですね、重要なことがあるんですけども、今この C2N っていう、巡回群と D2N っていう二面体群をこれ、比較してみます。で、そうするとこれ両方ともですね、これ異数は同じなんです。異数は同じなんです。2N です。なんですが、この二つのものが表す対称性はこれ異なるわけです。ですね。C2N っていう方は、例えば N が4の場合には、正八角形の回転対称性を表すような群になっているということになっているわけですね。あ、群。置換群になっているということです。で、DEL の方は、正四角形の、違う、正方形の回転と共栄の対称性を表す群になっているということでした。だから、で、この2つは違うわけです。で、例えばどう違うかっていうと、ですね、この C2N の方には、二つの群において、π の二乗が高等置換となる、置換。π はいくつあるか。こういう質問を考えるとします。こういう質問を考えます。で、そうするとですね、こっちの、上の方のですね、
巡回軍の方ではそのような痴漢は、まず、口頭痴漢はそうなんですけども、それ以外にも、この180度の回転ですね。これ。という、この二つだけ。二つだけですね。二つだけがこの性質を出すということになります。で、一方でですね、下の、この二面体軍の方では、この性質を満たす痴漢っていうのは、後頭痴漢と180度の回転だけじゃなくて、この共栄ですね。線対称のもの。これも、この、π2 乗イコール後頭痴漢っていう、性質に出すわけです。という形で、何が言いたいかっていうと、数は同じ。なんだけども、そこで、行われている、操作の質というか、操作の、性質は全然違うわけです。で、今後ですね、初めに言っていた、対称性を考慮した数え上げってことを行うときには、このような性質が重要になります。痴漢の性質が重要になります。ですね。だから、集合の要素としては、この二つは、同じ性質を持つんですけども、この写像とかですね、痴漢の性質としては全然違うことになっているということになるわけです。だからですね、これどちらも要素数8の集合なんですけども、その痴漢の性質が、違うことによって、つまりこの代数構造が違うことによって、この2つのですね、性質が全然異なることになってきて、今後行うその対称性の数え上げにおいても、そういう違いがですね、重要な役割を果たします。で、だからここではですね、その8つの、要素を持つ集合に、この巡回群の構造とかですね、二面体群の構造があることによって、いろんなことが、議論されていくことになるんですけども、そういうですね、その構造っていうのが、集合を考える上で非常に重要になっていくっていうのが今後の立場になります。皆さん、その離散数学とかですね、ところでその集合とかって学んだときに、集合っていうものがただあるだけっていうような形で、いろんなことを議論したと思うんですけども、実はその集合を考えるときには、その集合の上に何かその構造がある。この場合、痴漢群っていう構造ですけども、そういうものを考えるということが非常に重要になっているということになります。で、今回、この授業ではこの代数構造を扱うわけですけども、その分野とか、考える対象によっては、距離構造というものとか、位相構造と呼ばれるものとか、他の構造っていうものが、重要になったりすることがあるので、それは皆さんが扱う対象によって、どういう構造を考えるといいのかってことは、皆さん考えていってください。はい。です。じゃあ、ここはちょっと補足というか注意でした。で、今、ですね、巡回群と二面体群がどのような対称性を表すのかってことを、話してきました。ではですね、他にあったものとして、対象群っていうのがありました。で、ここでは、SN じゃなくて、この S4 だけやりますけども、対象群 S4、つまりその、4つの要素を持つ集合の上の痴漢を全部集めてきたもの。で、これはですね、正四面体の回転と共栄対称性を表します。で、これはですね、ここ今これ四面体を書いているつもりでいますと。で、ちょっと数字を書くのが難しそうだったので、1、2、3、4っていうのを、色と、記号でですね、見分けられるようにしているつもりでいます。はい。だから、色が見分けられないと、この記号で、これは、塗りつぶしの丸、塗りつぶしの四角、空いている丸、空いている四角って形になっているので、形に見てくださいと。で、例えば、この、2、4とかって言ってるのは、この2がもともと4のあった場所に動いているという形で書いているということですね。という形で、先ほどのこの24個ですね、全部こう書きましたと。で、これはですね、この全ての痴漢、ここで書いてます。だからその全ての痴漢に対応するこの移り合い方をこれ全部これ、ここに書いてるんですね。で、これらは実は、この回転と共栄の組み合わせで書けます。で、それを書いたのが次の図で、こんな感じですね。ね、これは何を書いてるんでしょうってことを、ちょっとちゃんと説明する必要があります。今です。例えばこれですね。これ見ます。で、これは何かっていうと、この一番上の頂点は固定して、この頂点とですね、下の三角形の重心を通る直線を考えます。で、その直線の周りで、ここに書いてある回転をすると。だから、この、黄色を、4番をここ、2番をここ、3番をここっていうふうにこう動かしますと。で、そうすると元の配置が得られますよ、という、そういう回転です。ですか？で、これは何かっていうと、同じように、一番上の頂点と下の三角形の重心を結ぶ直線を取ってきて、その周りに逆回転させてます。そうするとこれが得られますよと。いいですかね。で、こんな感じでやっていくんですけども、次のものは、
一つの頂点として、この2のところを固定しますと。で、残ったところの三角形の重心とその頂点を結んで、で、その直線の周りに、ここに書いてある、配点をしますと。ということをすると、元の配置が得られますと。こんな感じですね。そうすると、一つの頂点を固定して、その向かいにある三角形の重心と結んだ直線の周りに、順回りと逆回り、二通りの回し方ができるっていう形になって、そのような形の対称性で、操作で、得られる配置というのが全部で、頂点の数 4×、向き2つ、8通りあるということがわかります。で、それがですね、ここに1、2、3、4、5、6、7、8個書かれていると思ってください。ですが、固定する頂点が一番上の場合、右の場合、下の場合、で、左の場合っていう、8個があると。ですね。で、これがその1回の回転で、できるものすべてかというとそうではなくって、このような回転もあり得ます。で、これどういう回転かっていうと、これはですね、静止メーターのこの辺とこの辺の中点を取ります。中点を取ります。で、この中点を結んだ直線を考えます。これですね。で、この周りに180度回転させます。いいですかね。合ってるかな。なんか自分でなんか言っていてなんかちょっと不安になってきましたけど、これだったら正しいはずで、そういうふうに回転させます。で、そうすると、ちょうどこの赤の部分が青と入れ替わって、黄色の部分が緑と入れ替わる。こういう形になりますね。で、これでこれが得られると。そういう形になります。いいでしょうか。これイメージできますかね。イメージできますかね。これちょっとイメージするのはちょっと難しいかもしれませんけども、これで映るということが分かると思います。ですね。だからこれはなんか、例えばですね、その回転によってこの三角形ですね。この三角形は、この三角形に移ります。ちょっと今、向きもちゃんとやりますね。この三角形は、この三角形に移ります。ですね。という形になります。で、これが得られると。いうことになります。いいですかね。ちょっとこの回転をしっかりイメージしてもらって、で、そういう、その、なんだろう。互いに向かい合う辺の選び方というのは3通りあります。で、その3通りでここにあります。書いてあります。いいですかね。という形で、この3つの、置換が得られるという形になります。で、一方でですね、この下に書いてあるこの6個はですね、共栄対称性です。で、この場合は1つの面を取って、それに対してその鏡写しにするということをしています。で、この場合は例えばですね、この辺と、この辺と上の辺の中点ですね。それを通るような平面で、この静止メンタルを切ります。で、その平面に関する共栄対称性を考えると、この2つの頂点は動かないで、この青と赤が入れ替わるということが起きます。ので、これが得られるという感じですね。で、そうすると、これは1つ辺を決めると、向かいの中点は1位に決まりますから、そのような得られる方は6通りあるということになって、この6個が得られます。ですかね。で、これが、1回のその共栄の操作で得られる対称性です。ではですね、この最後、この下に書いてある6個。これは何かというとですね、これがややこしくて、実はこれはですね、合成しないと得られない配置になります。で、ここではですね、何を書いてるかっていうと、ちょっとこの、右に書いてるんですけども、先に、この共栄を行います。例えばですね、ここに書いてあるもの、先に、この共栄で、この緑と青を入れ替えます。で、そうすると、ちょっと数字で書くと、入れ替えた後は、その共栄で入れ替えた後は、ここが1、2、3、4になります。で、それに対して、間違ってるな。それに対して、あ、これ逆ですね。先にこれ回転してますね。これ先に回転してますね。すいません。だから、これ先に回転します。先に回転させると、で、この回転するとこ2、1、3、4になります。すいません。先に回転します。で、だから先に回転ですね。だから先にこっちを行います。先に回転を行います。で、回転を行ってから、あ、だからこの、これ聞かないで。で、回転を行ってから、この平面に対する共栄操作を行うと、1と2が入れ替わります。で、そうするとこれがやられる。こんな感じですね。はい。
で、じゃあ、これもやってみますね。で、これもじゃあ先に回転させると、こことここが入れ替わって、こことここが入れ替わる。ので、回転させた後は、ここが2、ここが3になって、ここが4、ここが1になります。で、その後で、この平面に関して、共映変換を行うと、共映の操作を行うと、一緒に入れ替わって、1、2、3、4、これ得られるという形になります。ということですね。という形で、その、組み合わせることによって得られる配置というのが、この6通りあります。6通りあります。6通りあります。すいません。6通りあります。この6通りですね。で、これらは、だからその、1回の共映と1回の回転を、まあ、組み合わせれば表現できるんですけども、それは逆に言うと、その組み合わせないと表現できないと。形になって、その組み合わせることによって、この対象群というのが現れるということになります。よろしいでしょうか。ちょっと説明が行われてなくていけません。こんな感じになります。はい。でですね、実はですね、この静止面体の回転共映を対象性というのは実は、実は共映だけの対象性と実は一致します。何かというと、ここではいろいろと書いてるんですけども、先ほどのその共映を取る平面の取り方というのは、まあ、先ほど言った通り、その、一つ辺を選んで、その、一つ辺を選んで、その、対する辺ですね、中点を取っていくことでできるんですけども、その取り方は先ほど言った通り、6通りあるんですけども、その6通りをですね、組み合わせることによって、実は全ての回転を表現すること、表すことができます。ちょっとですね、これはここに書いてあるものを、見てですね、実際に確かめてもらうといいんですけども、例えばですね、これですね。これ先ほどこれ回転で表してましたけども、この順番でやると、先にこのオレンジをやりますね。オレンジをやると、オレンジに関する対象の変換をすると、ここ、もともとこの1には変わらずに、ここのが3、4で入れ替わると。オレンジで入れ替えると、これが起きますと。で、次に、あ、これは逆ですね。これは、すいません。ちょっとこれは、さっきと間違って、さっき言うところが間違ってるわけなんですね。すいませんね。ちょっと後で、スライドは直しておいて、先にこっちやりますね。すいません。ちょっとなんか自分の中で混乱してますね。先にこっちやると、1と3は入れ替わないで、この2と4が入れ替わりますと。2と4が入れ替わると。で、次にオレンジをやりますと。オレンジをやると。で、オレンジをやると、オレンジで対象変換すると、この2と3が入れ替わると。そうすると、これ1、2、3、4、これは得られるということになります。いいですかね。わかるかな。だからさっきが間違ってるから、こっちが合ってるとですね。じゃ別のやってみましょうかね。ちょっと、これやってみましょうかね。一番最後、これ。今、これもともと、ここ1、2、3、4と並んでます。で、初めにですね、この紫、これですね。これに関して、共映の操作します。そうすると1と2が入れ替わります。落ちません。1と2入れ替わりますから、これ入れ替えますね。1と2をね。1と2入れ替えると。1と2入れると、こうなると。で、次にオレンジをやります。オレンジ。オレンジ、ここですね。これだから2と3が入れ替わります。ここは2になって、ここ3になると。で、最後に、青。青はこれですね。これ。なので、1と4が入れ替わるとなります。で、入れ替えると。4、1。そうすると、1、2、3、4になって、これと同じと。になりますね。ということで、この順番に操作を行うと、ちゃんとこれが出てくると。ということで、すいません。だから前のページが、の順番が間違っていたので、ちょっとこれは、今、この録画はですね、スライドをサーバーに上げる前にやっているので、サーバーに上げるときには、サーバーっていうのはその、ここですね。この部分はちょっと直しておきます。すいません。これは間違ってます。すいません。これは、本来は、初めが赤で、次が紫と。いないといけないと思ってください。すいませんでした。はい。だから、先ほどの説明は、右から順番にって言ってましたけども、次のページと合わせるために、左から順番に赤、紫の順番で操作を行うというふうに思ってください。すいません。で、これはいいですね。はい。それで、だから、静止面というのは共映対称性だけで、このすべての、この配置、24通り得られるということになります。はい。ではですね、じゃあ、静止面というのは回転だけ考えるっていう、その回転対称性は何なんでしょうっていうふうに言うと、実はこれはですね、まだこれ定義してないんですけども、これはですね、交代群と、
呼ばれるものになります。で、交代群の定義はちょっと行わないんですけども、まあ、逆に言うとですね、この回転だけで表されるところだけ持ってくると、ここに現れる、置換っていうのが、この交代群 A4 の要素となるような置換だけになるということだと思ってください。だから、その交代群っていうのは、一般にこの AN っていう形で書かれるんですけども、そうか、ここの N っていうのは、位数じゃなくて、この元々の X の素数なので、ちょっと先ほど言ってたと全然違いますね。なんか、そんな風になるんですけども、それは気をつけてください。気をつけてください。はい。ということで、だからまあ定義はしたいんですけども、まあ、先ほどのですね、このこ、あの、回転の時計を持ってくると、それに対応する、置換の集まりが、交代群 A4 であるというふうにまあ思ってください。で、一般の交代群 AN の定義は行わないというふうにします。はい。でですね、立方体の回転対称性っていうのを今後扱うことがあるんですけども、実はですね、これはですね、24通りあって、これはですね、この対称群 A4 で記述されるということになっています。で、これもですね、ちょっとややこしいんですけども、まずですね、直感を言います。直感を言うとですね、今これ一つのこの、立方体の配置があるとします。で、本来はですね、この8個の頂点、先ほどと同じようにこう色を塗ってですね、やってあげたいんですけども、それちょっと煩雑なのでやらないことにしました。で、回転をですね、どのように考えるのかということについて、次のように考えましょうと。今ですね、この1つの、頂点に着目します。で、そこにはですね、辺がこう3つ出ているわけです。で、その3つの辺をですね、今その青、黄色、赤で、全然違うですね。青、オレンジ、紫でこう塗り分けています。で、回転をさせると何が起こるかというと、一つはですね、この基準としている頂点がどこかに動きます。動きます。そのところに動きます。で、動いて、この青、オレンジ、紫の位置関係をこの回転することがあるわけです。例えばですね、今この左上の頂点、ここを今、選んでるんですけども、これはそのままにして、この3つのこの、まあ、辺を回転させることを考えると、それによって得られる配置っていうのが、元々のもの以外にも、ここにある2つですね。これが得られることになります。で、それはですね、その青、オレンジ、紫と並んでいるのが、青が右に行くのが初めなのか、下に行くのが初めで青、オレンジ、紫と行くのか、青が手前に来るのが先で、青、オレンジ、紫と並ぶのかっていう、これ3通りあるわけです。ですか。だから、1つのこの頂点の位置に対して3通り、この回転した時の配置があると思います。で、一方で、この頂点の位置自体も回転によって動きうるわけです。で、例えば、その頂点の位置がですね、この右隣に動いたとします。こんな感じ。で、その場所でまたこの回転させて、3通りの位置を考えると、これとこれとこれですね。この3つが出てくるという形になります。だから、一つ基準にした頂点が、まずその回転によって動く位置というのが8通りあります。で、その8通りの位置において、その回転させて、この3つの辺が3通りの位置に落ち着くということになるので、頂点の、位置が8通りで、で、辺の位置、その頂点の1つ、その固定した頂点の周りの辺の位置が3通りあり得るので、全体でこれかけると3波21と24通り。のこの配置が得られるということになります。ありがとうございます。で、これはただ単に24という数を言ってるだけなんだけども、これが操作において、この対象群の構造を持つんだってことを今から言ってきます。で、それのためにはですね、何を考えるかっていうと、ちょっとこれ技巧的なんですが、で、まず、このそれぞれの、この操作で得られたこの24通りのこの回転っていうのは実際に、例えばですね、この相対する面の中心を通る直線の周りに90度回転、180度回転、270度回転、そういったものっていうのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9通りあります。ですね。ここまで9通りあります。これは今言った通り、相対する面の中心を結ぶ直線の周りの回転です。で、それ以外にですね、この相対する辺を通る直線、平面に直交する直線。これはですね、二つの相対する辺の中点を通る直線ですね。で、この周りに180度回転させるっていうのもあります。で、それはこの辺の取り方が今、1、2、3、4、5、6通りあるので、6個あるという形になります。ね。
で、あと、あるのはですね、この相対する二つの頂点を結ぶ、直線の周りの回転です。で、そのような、直線の取り方は、1、2、3、4とあるんですけども、それぞれの周りでのこの回転角は120度か240度になります。で、その2つの回転角があるので、それぞれの、直線に対して2つ通りあって、合計で8個、そのような、回転が生まれているということになって、全部で24通りになると。で、先ほど言った通り、これらを組み合わせても、これら以外出ないということは、今から言いたいんですけども、それがこの対象群であるということを使うとわかります。で、実際ですね、じゃあこれ、これ頂点が8個あるのに、この対象群は4つの集合の上の、対称性を表すような話だった。時間を表しているわけです。じゃあ、どこの部分を見てるんだってことを今から言います。で、それはですね、ここを見てます。ちょっと、これはですね、何かというと、この立方体の対角線です。で、対角線が4つあります。で、今それで1、2、3、4っていうふうに名前をつけてます。で、この回転によって、この対角線は対角線に移ります。いいですか？で、その対角線がそれぞれのこの回転によってどこに移ったのかってことをこれは書いてます。この図で。で、色が見えない場合には、ここに1、2、3、4って小さく数字書いてますので、それを追ってください。ただ、この今のこの90度回転においては、1、2、3、4が1、2、3、4に移ってとか、こんな感じになってます。ですかね。で、これは何かっていうと、この頂点がここに移ってるってことを言いたいんじゃなくて、この、なんだっけ、対角線がこの対角線に移ってるというふうに言いたいんだというふうに思ってください。いいですか？で、そうすると、その、対角線が対角線に移るっていう方法が、いくつかあるんですけども、それが実はですね、この24通りで全部これ尽くされているということがわかります。ということなので、この回転を行っても、この対角線が対角線に移るという時間は保たれて、ここにはその全ての時間が現れているので、ちょうどこの4つの対角線を4つの対角線に移す時間すべてを持ってきた対象群 S4 っていうものがここに現れているんだということがわかるという形になっています。まあこれはですね、なかなか思いつかないかもしれないんですけども、実際に書いてもらうとこういうふうになっているんだということがわかるので、実際に皆さん、ちょっとこの図をですね、じっと見て確かめてみてください。はい。で、まあそれに対応する時間もかけますよということになります。よろしいでしょうか。ちょっとこの図が欠けてるんで、これも後で直します。すいません。はい。では最後にですね、あと、10分ぐらいで、部分群って話を次回やっていこうと思うので、それの、導入をしたいと思います。今、X という有限集合があって、X 上の置換 G があって、H が G の、置換群 G があって、H が G の部分集合であるとします。で、H が G の部分群であるとはってことを定義しますけども、これは H が置換群であることです。何を言ってるんでしょう。ですね。G から適当に H という部分集合を持ってきても、ここで言っている部分群になるとは限りません。なぜかというと、それが置換群の、性質3つを満たしているとは限らないからです。で、置換群なんだかというと、高等置換を持ち、積で閉じていて、逆置換を持って、この3つの性質を持たなくてはいけなかったわけですね。はい。だから例えば、H を取ってきたときに、H という部分集合を取ってきたときに、そこに高等置換がなければ、それは部分群ではありません。いいですか？で、部分群であるためには、この性質3つを指している必要があります。ということになります。はい。これが定義です。で、先ほどの例、言うと、先ほどですね、この正四面体の、回転対称性を表す群っていうのが、この交対群 A4 だったというふうに言いましたけども、それはですね、この対象群 S4 の部分群だということになります。S4 っていうのは、その全ての置換を持つ群だったんですけども、その部分集合として、その交対群っていうのは取ってこれていて、ちゃんとこれが置換群になっているということになりますので、これは、これっていうのは A4 っていうのは対象群 S4 の部分群です。はい。別の例を見ましょう。今ですね、例えばじゃあこの、H というのを考えましょうと。で、これは2つの置換。これ高等置換ですね。と、もう1個の A というこういう置換で書かれているとします。はい。で、A っていうのは、まあ、図で書くとどういう、置換かというと、1、2、3、4。
1、2、3、4に対して、1が2に行って、2が1に行って、3が4に行って、4が3に行くと、このいう感じですね。だからですね、これはですね、どういう A かというと、A というのは A インバースと等しいという、そういうような力になっています。で、この時にですね、この H というのは S 上の部分です。で、なぜかというと、まずこの A が A インバースであって、E というのは E インバースと等しいので、逆置換をそれぞれこの H のあるモスという性質は保たれます。で、高等置換も持ってます。いいですかね。じゃあ、積で閉じてるのかっていうと、EA は A ですし、AE は A ですよね。EE は E ですし、AA は、A は A のインバースですが、これ E になるという形で、これ積でも閉じてるという形になりますから、これ多彩部分群ですと。ということになりますね。ですが、この部分で積で閉じていることを確認しています。ですかね。で、一方ですね。これですね。この H プライムとして E と A と B ってこういうのを持ってきます。で、これはこの S4 の部分群ではないということになります。なんでかっていうと、この今 AB を見て、AB という積を作ります。で、積を作ってもらうと実際にまあこういう形なんですけども、これはですね、この H プライムに入っている要素ではないので、この積で閉じていないということになります。そのために、この H プライムっていうのは、まあ、これ、まあ、高等値は持ってるんだけども、これは S4 の部分群ではないということになります。いいですか？でですね、部分群についてはですね、ここに書いてあるような重要な、特徴付けがあります。特徴付けって何かっていうと、ちょっとこれは特徴付けってここで初めてできたかもしれませんので、ちゃんと言うと、これは必要十分条件ってことです。ちょっと重要なので言ってきます。特徴付けというふうに言ったら、数学においては、これは必要十分条件のことを表します。で、部分群であること、H というのは部分群であることを確かめようと思ったら、先ほどのように、その積についてって閉じてるとかですね、確認しなくちゃいけなかったりとか、逆置換持ってるかとかですね、確認するのが大変だったりするので、ですけども、ここに書いてあるような、一つの条件というか、これだけ確認すればいいですよっていうような必要十分条件があります。で、それを紹介します。で、まずそもそも H っていうのは、部分群であるためには空集合であってはいけません。なぜかというと、高等値観を持ってるから。だから空集合じゃありません。空集合じゃないものが部分群であるための必要十分条件、特徴付けはこれです。任意の π ローっていう値観に対して、π インバースローも H に入っているということですね。で、これが、重要な性質で、じゃ今からこれを証明していこうと思います。これは、両向きの矢印なので、両方向を証明していくということになります。で、それをやっていきます。まずですね、左から右ですね。H はまず G の部分群であるとしましょうと。そうすると、まず、特に H は置換群です。で、証明したいのは、任意の H、任意の π とローっていうのを H が取ってきたら、この π インバースローが H の要素であるということを言いたいということになります。ですか。で、H 置換群ですから、π とローが H に入っていれば、π インバースも H に入ってます。ですね。逆しか持ちますから。そうすると、π インバースとローが H に入ってますから、H は置換群だから積に関して閉じているので、π インバースローも H に入っているということがわかります。いいですか？ということで結論が得られて、こちら側の向きの証明はこれで終わります。で、ちょっと難しいのは逆側です。右から左で証明します。だから、今、言ってるのは、仮定するのは、インの π とローに対して、π インバースローが H に入っているということを言います。っていうことを仮定します。とすると。で、言いたいのはこれ部分群であるということなので、この H が高等置換を持つ、逆置換を持つ、積で閉じているっていう性質を持つんだってことを今から言ってきます。はい。じゃまず高等置換を持つこと。だから最終的に、この E という高等置換が H に入っていることを言いたいということになります。ですかね。で、今 H は空集合ではないので、ある置換を持っています。で、それを π とします。ですかね。で、そうすると、仮定から、この任意の π ローのローを π だと思うと、π インバース π が H に入っているということが言えます。いいですか？で、π インバース π は E なので、E が H に入っているということが言えるということで、高等値観を持ちますと。ということで、これはわかります。いいですか？次に、逆置換を持つことを言いましょう。これですね。だから、π を H から取ってきたときに、π インバースが H に入っているということを言います。で、これどうするかというと、この仮定があるので、まずですね、1から E は、H の要素だと分かってます。高等値がですね。だから、この、仮定における、π は π で、ローを E とします。
そうすると、パイインバース E が H に入っているということがあります。E は高等値感なので、パイインバース E はパイインバースと等しいです。だから、パイインバースは H に入っているということになって、約時間もそこわかります。はい。3番目、最後、正弦を閉じていることを言います。じゃあ、パイとローは H に入っているとして、最終的にパイローが H に入っているということを言いたいと。ですね。そうすると、この2番目の話から逆時間を持っているので、π が h に入っているとすれば、π インバースも h に入っています。いいですね。で、そうすると、この仮定の π として、π インバースを取ります。で、ローはこのローです。そうすると、この仮定のこの条件は、π インバースローになります。で、π インバースっていうのは、これ π と等しいですから、これによって、π ローが h に入っているということが分かって、証明終わるということになります。よろしいでしょうか。で、まあ、この部分群であるための特徴付け、必要十分条件は今後使っていくことになると思います。よろしいでしょうか。はい。では、まとめをしたいと思います。今日はその置換の話をしていって、置換群で対象群、巡回群、二面体群って話、定義もしまして、それを使ってですね、樹形の対称性を記述するということもしました。で、最後に部分群の話ちょっとしたんですけど、もう部分群次回、重要な役割を果たすようになっていきます。で、この格言としては、群が対称性を記述する道具として使えるんだということですね。特に今日はその図形の対称性の話をしまして、正 N 角形とか、正四面体とか、立方体の話を扱いました。でですね、まあ、ちょっと注意があるんですけども、この授業でその巡回群と二面体群の定義を行ったんですけども、これはですね、普通の教科書に書いてある定義とちょっと違って、ます。で、本来はですね、その置換を使って定義するんじゃなくて、もう少しその記号的に定義をしたりするんですけども、まあ、ここでやってるのは、それをですね、その、まあ、置換を使って表現しているものだというふうに思ってもらっていいんですけども、本来はですね、だからその巡回群と二面体群の定義は違う形で定義するんですけども、まあ、この授業のやる内容では、まあ、その置換を通して定義する形で、全体構成できるので、まあ、そのようにしてます。ので、まあ、皆さん自身で、群とかですね、群論というものを定義とか勉強するとき、定義はですね、勉強するときには違う記号のものが出てくるかもしれませんけども、まあ、この講義の範囲内では本質は変わらないというふうに思ってもらって結構です。ので、そのように理解してください。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。